朝日九十九里温泉は、千葉県朝日市にある温泉。日本郵政株式会社が運営する保養施設、寒歩の宿朝日がある。海岸沿いは、県立九十九里自然公園に指定されている。泉質は、以下の表にまとめる。中高能は万人にその効果を保障するものではない。関東地方の東側、九十九里浜に面しており、日本の白社青少百選、日本のなぎさ百選、 暴走の魅力500選にも選定された、風光明媚な環境に位置する。近隣には、九十九里ビーチラインに沿って、矢指が、浦温泉、八福温泉、飯岡温泉、飯岡ラジウム温泉など、旭市内の温泉地が集中している。矢指が、浦見水浴場をはじめとした、海水浴場や別荘地、レジャー施設、マリンリゾートが多く並び、観光地、避暑地となっている。 夏場は海水浴客で賑わう。宿泊施設として日本郵政株式会社が運営する保養施設、カンの宿朝日がある。高度経済成長期1970年日本交通公社の全国温泉案内1300湯に掲載されていた千葉県の温泉は15カ所、その中には朝日温泉が含まれており、この頃から観光温泉としての温泉地であった。 当時の専温は摂氏27度であり、2003年現在の分析結果とほぼ変わりはない。1974年10月には、日本郵政株式会社が運営する保養施設、カンポの宿朝日が開設。その後、1992年4月13日に宿泊施設として営業を開始し、温泉施設の一般利用が可能になった。JR 東日本。 朝日駅鉄道高速バス。朝日九十九里温泉寒保の宿朝日九十九里温泉。www.asahi-net.or.jp。2019年4月26日閲覧。天然温泉朝日の湯。azumakenkoucenter.web.fc2.com。2019年4月26日閲覧。 千葉県における 温泉地の地域的展開 http コロンスラッシュ www5.jiu.ac.jp スラッシュブックススラッシュブレティンスラッシュ2008スラッシュツアースラッシュ04山村 pdf 観光の宿等の施設概要 http コロンスラッシュスラッシュレポート .jbaudit.go.jp スラッシュ org スラッシュ pdf スラッシュ12203174 生一二 pdfhat カンポの宿朝日千葉県朝日市の宿泊施設内にある日帰り温泉 spa.spa-tokyo.net、OK、2019年4月26日閲覧ありがとうございます